はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、世田谷ベース特注トミカ、トヨタダイナリフーズトラックです。はい、しっかり見ていきます。車種はトヨタダイナの清掃車だね。で、所ジョージさんのテレビ番組世田谷ベースの特注トミカだね。で、全体的なボディカラーはグレーのマットな感じの塗装だね。すごくなんか質感がいいです。で、正面から見るとこんな感じだね。世田谷ベースってプリントされてあったり、トヨタのエンブレムもプリントされてあるね。で、ヘッドライトはシルバーの塗装です。で、横の方から見ると一番初めに目につくのが歯車単独って書いてあるね。おごり高ぶらず謙虚な心が大事である、なんか名言だね。で、この部分にもプリントがしっかりされてあります。で、後ろの方はこんな感じだね。で、後ろの方もしっかりプリントがされてあるね。なんかすごく雰囲気よくできてるよね。で、運転席側はこんな感じだね。歯車単独、優れていても一人では役に立たない様、まあこれも名言だね。なんか解説が辞書に載ってそうだね。で、ルーフの部分はこんな感じです。 US エアフォース、ここも全部プリントにしっかりなってます。で、内装自体は通常のトミカと同じかな、ブラックの感じの内装になってます。で、特にタイヤはサスペンションとかはついてないです。で、後ろのこの部分が稼働するね。で、この部分の開閉機能がついてます。で、裏の方はトヨタダイナナンバー45番の2006年の車種になってます。で、箱の方はこんな感じです。トヨタダイナ4列号リフューズトラックって書いてあるね。で、ここに US エアフォース世田谷ベースっていうロゴだね。で、ナンバー7番だね、07番になります。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じです。で、結構箱自体も質感よくできてるんだよね。このホワイトっぽく見えるところは実はちょっとレトロ感を出したベージュっぽい色合いになってるね。で、箱を開けたところもこんな感じでいろいろこだわりが詰まってるんだね。すごくいい感じにできてます。はい、今日は世田谷ベース特注トミカ、トヨタダイナ4列号リフューズトラック紹介しました。で、隣に並べてるトミカが以前紹介した東京23区バージョンの清掃車だね。で、同じ車種の清掃車だけど全然イメージが違うね。で、今回紹介したこのトミカのいいなと思ったところは、全体的なボディカラーがこうマットな質感でできてて、すごく上品な感じだね。その上品さの中に面白い言葉が書いてあるって、これいいね。で、また四字熟語じゃなくて四字列語っていうところもちょっと面白さがあるのかな。で、このトミカは以前発売当初に世田谷ベースのネットショップで買ったね。で、今はもう完売状態だからオークションなのかな。ヤフオクとかだと1個1500円前後ぐらいで取引されてました。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。